国家の発展の機関となる科学技術の流出を防ぐよう、行政院が17日、国家安全法修正案を承認し、経済スパイ罪を新設しました。海外勢力が台湾の産業に浸透し、あらゆる手段を講じてハイテク人材を引き抜き、法律の隙間をついて我が国の革新技術を盗むことが多発している。より厳密した予防線を構築する必要がある。修正案によりますと、行政院は国家安全法に経済スパイ罪と域外使用罪を新設し、違反者には最長12年の懲役と台湾元1億元の罰金が課されます。未遂犯も対象となります。なお、大陸委員会による両岸人民関係条例修正草案では、違反した場合最多台湾元1000万元の罰金が課されます。経済スパイに厳罰を。改善を求めても無駄なので、厳罰を通して経済スパイを阻止するしかない。この法改正に対して与野党の立法委員は経済スパイをなくす意気込みを見せました。